専用のスパッタリング用具がなくてもできるかどうか実験をしてみました。スパッタリングというのは、こんな金網とブラシを使って絵の具を霧のように飛ばす技法です。今回は使い古しの歯ブラシと丸い金網、割り箸、先がフォーク型になっているスプーン、それと手、指ですね、これを使ってやってみました。歯ブラシにつけるのは水溶きした白のポスターカラーです。これを10センチ角に切った黒い紙にスパッタリングしてみました。ボタボタ落ちないように少し絵の具を落としたら、金網の上から1、2、3、4、5回このくらい霧のように絵の具が飛びました。今度はブラシを固定して金網の方を1、2、3、4、5回少し少なめですが同じようにできました。次は割り箸でやってみました。割り箸を固定します。1、2、3、4、5回結構飛びます。今度は歯ブラシを固定して割り箸を動かします。1、2、3、4、5回前に向かって飛んでいきました。次はフォークです。1、2、3、4、5細かい霧状に飛びました。今度はフォークの方を動かします。1、2、3、4、5ちょっと垂れてしまいましたが霧状に飛んでいます。親指を使ってブラシを下に向けて1、2、3、4、5絵の具が勢いよく飛びます。今度は人差し指を使って1、2、3、4、5これも勢いよく飛びました。比べてみましょう。金網は細かい霧状ですが少ししか飛びません。割り箸は勢いよく飛びますがコントロールが少し難しかったです。フォークは割と細かく飛びます。指を使う方法が一番飛ばす量や方向を調節しやすかったです。今回やってみて、スパッタリングには指を使う方法が一番おすすめです。手の汚れが気になる場合は割り箸を使うと良いでしょう。